紀元前1世紀、紀元前2世紀の集落遺跡。古代ローマの特殊な発掘技術、ルイナ・モンティウムの痕跡である数多くの大穴が開けられている。人工的斜面崩壊によって露出した地下水路の名残。岩場を削って通された、低政ローマ時代のローマ水道の後。出立する岩山と、ふもとに広がる栗の森は、いずれもローマ人が生み出したものと伝えられる。ラス・メドラスは、 スペインカスティーリアイレオン州レオン県ポンフェラーダの近郊に広がる人口悪地。平成ローマ時代に最盛期を迎えた近郊山を主体とする。現在は跡地となっている当地の近郊山は、そこから産出される近郊の枯渇がローマ帝国滅亡の遠因になったとされている。砂金を産出していた。ラスメドラスは古代の工業によって生まれた産業遺産であり、 優れた文化的景観を形成していることから、1997年にはユネスコの世界遺産に登録された。地域は東西4キロメートル、南北5キロメートルに広がる。地層はおよそ1500万年前頃、河川の土砂の堆積によって形成された。当地の金鉱脈はローマ人の到来以前から発見されており、周辺住民は山から河川系へ流れ出る砂金を採集しては、 ソーシングなどに加工していた。一例として、紀元前4世紀頃に作られた美麗な首飾りや耳飾りが発見されている。統治を含むイベリア半島北部に古代ローマの勢力が侵入したのは、ローマ初代皇帝アウグストス統治下にあたる紀元前25年のことであった。一帯を征服したアウグストスは、新たに獲得した地域を、 旧来のローマ領であるヒスパニア・キテリオル島と合わせて再構成し、北部から南東部にかけてをヒスパニア・タラコネンシスと名付けた。その後マもなくして、ローマ人による金の大規模な採掘がメドリオサンで始まる。ラスメドラスの目を見張るような景観は、ローマ水道の建造技術を応用した特殊な発掘技術であるルイナ・モンティウムの結果として生まれたものである。この技術は、 水の力を使って山を崩すことで土砂と一緒に目当ての鉱物資源を外へ押し流す方法であり、具体的には水道によって導いた川の水を山の中の任意の箇所に集中させ、水の力で計画的に削り取って行き、それによって流出した土砂から鉱物資源を採取するというものであった。西暦77年に大プリニュースが書き留めていることでも知られ、 彼の語るところに基づけば、当地の場合、約3 5トル離れたものをはじめとする、少なくとも7箇所の水源から、ローマ水道によって水を引き、目取りを山頂に設けた、貯水池に集めて満杯になるまで溜めた後、あらかじめ掘っておいた、総延長1 0 0トルにも及んだと言われる、数多くの地下水路に一気に流し込んで、人工的、計画的に斜面崩壊を発生させる、 という方法が取られていたという。この方法が200年以上もの間、何度も繰り返されることで、もともと平坦であった大地が複雑な地形に変化していった。すなわち、現在見ることのできる不規則形の連なりからなるラスメドラスの地形は、このようなローマ帝国による大規模採掘時代の後にわずかに残された、かつての大地の一部である、人工的斜面崩壊によって生まれた。 大量の土砂は川を作って、ふもとの地域に流入し、人々はそれをふるいにかけて、砂金を取り出したという。また、地表の水道は削り取った土砂から砂金を洗い出す。役割にも活用されており、カリフォルニア式水力採高の先駆けということができる。当時、シエラデラカブレラからラスメドゥラスに、必要量の水をもたらすために、少なくとも7本の平行な水路が建造された。 そのうち切り立った地形の部分は良好に現存しているものもあり、いくつかの岩国碑文も残っている。大プリニウスは博物史の中で金の採掘作業の話に触れている。序述は十分にラスメドラスに適用できる。プリニウスは西暦74年にこの地方の大官であったため、彼は最高作業を見たのであろうし、彼の文章は目撃談のように読むことができる。 彼はまた、重い金の粒子が集められるようにと、浅瀬でより細い水流を使って、鉱石を洗い流す方法についても叙述している。それに続くのは、地下での最高の詳細な話である。ラスメドラス周辺では、お石層の氷差交渉が枯渇した後、朱脈が探査、発見された。そうした深い鉱脈が、周辺の山々で発見されたことから、それらの鉱脈の上に、 水路や水槽類が建設され、採鉱が始まったのである。プリニュースは、毎年2万ポンドの金を算出していたと記録している。6万人もの無料労働者を駆使して行われた採掘は200個、金の含有量は、土砂1トンあたりおよそ3グラムであったとされる。ラスメドラスの均衡は、ローマ帝国によって、根こそぎ持ち去られ、土地の人々にはほとんど何も残らない跡地が、 返されたが、ラスメドラスの金は陸路でローマに運ばれたのであり、その集積地であった都市やストルガをはじめとする周辺地域は古代ローマの優れた土木工学によるインフラ整備が進み、またローマ人の洗練された文化も大いに伝播することとなった。例えば、モザイクによる建築や壁画の文化、様々な肉の保存食文化などは当時のローマ人が ラスメドゥラス周辺地域に持ち込んだものを地元民が発展させてきた経緯がある。また、現在のラスメドゥラス一帯に反茂する森林はほとんど、すべてが栗の木であるが、前世紀には2万人を数えたとされる、当時の鉱山労働者たちの食料を補うものとして、ローマ帝国が濃厚に不向きな、痩せた土地でも育つことを自由に植え育てたのが起源で、あると言われている。 ローマ人が去った後のこの地の貧しい暮らしを支えたのも、この国の森だったと周辺住民は言い伝えているが、おいしげる国の森が、ラスメドラスの地形の崩壊を防いできたことも指摘されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。